今日は皆さんにこれ、あれ、それをマレー語でどうやって言うか教えるで。Yo! What's going on, 日本？ディックやで。いきなりですが、This is a pen。皆さんは英語を勉強しているときにこのフレーズ絶対1回ぐらい学んだかと思います。というわけで This is a pen というフレーズをどうやってマレー語で言うかを紹介するので早速見ていきましょう。 Let's go! Ini adalah pen。 Ini adalah pen。 Ini はこれという意味があります。 Adalah というのは何々ですという意味になります。 Pen はペンですね。ただし会話中ではあららという単語を抜いて喋ることがほとんどです。すなわち普段の会話ではこういうふうに言います。イニペン、イニペン。だがしかしこの単語いつ使うねんと思う方はいっぱいいるかと思います。というわけでいろんなこれはを皆さんに紹介するで。イニコピオ、イニコピオ。コピーはコーヒーという意味があります。コピーをで言うと砂糖入りのブラックコーヒーという意味になります。もし砂糖抜きのブラックコーヒーを表現したいときはコピーをコソンというふうに言います。コソンというのはゼロという意味になります。コピーをの後ろにコソンという単語を付け替えれば純粋の砂糖なしのブラックコーヒーになります。 NEXT! イニロティ、イニロティ。イニタンダス、イニタンダス。前回の動画では自分の意思を伝えたい時に「な」っていう単語の後ろに自分が欲しいものをその後ろにつけますよね。というわけでこれが欲しいとマレー語で言いたい時は「さよなら」に「さよなら」に。あとは皆さん旅行行く時にはいろんなものについて疑問があるかと思います。その時はもちろん聞きたくなっちゃうんですよね。でもどうやって聞くかというとぜひこのフレーズも覚えていけば便利になるかと思います。見ていきましょう。アパイニ、アパイニ。アパは何という意味になります。まあイニはこれですので、アパイニで言うとこれは何ですかという意味になります。またはこういう言い方もありますね。イニアパ、イニアパ。順番は前後でもどっちでも大丈夫です。イニアパでも OK だし、アパイニでも OK です。ぜひ使ってみてください。これっていう単語を分かった上でもちろんあれまたはそれっていう単語も気になりますよね。見ていきましょう。イトゥカレタピ、イトゥカレタピ。イトゥ、イトゥ。やっぱりねマレー語はちょっと英語と似てるんで、あれまたはそれを表現したい時にはイトゥ一つだけの単語を表現できます。いやどうでしたか皆さん。これで皆さんもねまた新しいマレー語の単語を覚えられたかと思います。これで皆さんもね気持ちよく楽しくマレーシアを旅行できるかと思います。というわけで今日の話はこの辺にしときます。また会いましょう。以上ディッキャットでバイ。Ini adalah pen. Ini kopi O. Ini roti. Ini tandas. Ini apa? Itu kereta api.